パイロット。多くの少年たちが一度は夢見る憧れの職業を強い信念で一歩一歩歩き出し、間もなく夢が現実になろうとしている学生がいる。日本国内にある施設で外部委託することなく、元エアラインパイロットである教官陣からきめ細やかな指導を直接受けられるところに魅力を感じ、ここ崇城大学を選びました。そして何よりも将来日本の空を飛ぶパイロットとして日本国内で訓練できることがとても良いなと感じました。パイロットになる道はいろいろとあったが、大学での資格取得を彼は選んだ。パイロットへの憧れ、それにはいかにも彼らしいきっかけがあった。私には双子の兄がいるんですけれども、その兄はパイロットになりたいという強い思いを貫いて彼なりに努力をしていました。そんな姿を見て私もやはりパイロットになりたい、もう一度パイロットにチャレンジしたいと思い、双子の兄と一緒にパイロットになることを決意しました。訓練の中で私が印象に残っているのは夜間飛行訓練です。自分はコックピットという特等席から熊本空港の綺麗な直線的な明かりを見ることができて、その瞬間はパイロットを目指していてよかったなと思える瞬間となりました。彼はまあいわゆる天才型ではありませんけれども、大変努力をしている学生です。で、教えたことについてはもうその日もしくはその翌日には自分のものとして吸収しますので、その次のフライトからただすぐ活かしてくるというようなところで大変教えがいのある学生です。憧れが現実となる過程の中で着実にステップアップしていく彼は、大学における訓練で驚いたことがたくさんあるという。旅客機と同じ空間で訓練できることに驚いています。空港の展望デッキから見ていた大型機と同じ空間で訓練できる、また将来の夢である大型機のパイロットと同じ空間、そして同じ視点で訓練できるここ崇城大学は素晴らしい環境だと思いました。航空会社でのパイロットの役割、また求められる人間性まで学ぶことができるので、パイロットとしての自覚を磨いて崇城大学だからこそ身につけられるスキルをエアラインパイロットとして活かしていきたいと考えています。大学生活は一時も気を抜けないと思いきや、同じ志を持った仲間たちがいることで毎日の緊張感は達成感へと変貌していき、今心は大空へ向かって解放されているという。近い将来、彼の操縦する飛行機は安心感に包まれたフライトを約束してくれるに違いない。